おはようございます。気づきでーす。 こんにちは。今日はお悩み解決コーナーということでやっていきたいと思います。今回は U の会所がうまく書けないという事件が発生していると耳にしましたので、駆けつけて参りました。ゆるっと解決のお手伝いしていきます。これを機に告知というか募集というか、ちょっとお話しさせていただきたいんですが、お悩み解決はね、ずっとやろうと思ってた企画で、この字うまく書けないんだよなーとか、なんかここ変になっちゃうんだよなーとか、気づきさんこれどうやって書いてる 天皇助けてーっていう時はコメントに書いていただければ動画で取り上げることもあるのでコメントしてくださいコメント欄に書きづらい方でしたりとか自分の字のどこが悪いのか知りたいとか添削してほしい書いた字ぜひ見てくださいっていう方は公式 LINE かインスタグラムから DM していただければ YouTube で取り上げて添削しながら解説しますので画像とメッセージ気軽に送ってくださいあピボピボ言ってる 具体的にこの字の書き方っていうのではなくても、皇室検定であれこれ悩んでますみたいなメッセージとかいただくと、じゃあ次こういう話もしようかなーって動画作りの参考にもなるので、本当に何でも気軽に送りつけてきてください。気にされる方もいらっしゃると思うので、一応一言添えておきますと、いわゆるオンライン添削にはなるんですけど、後から何かお金とかね、そういうものは要求されませんので、ご安心ください。送ったから何かに勧誘されるとかも全然ないです。むしろね、いただいたメッセージすぐ 全てになかなかお一人ずつ直接お返事ができないので逆に私の方が無反応になっちゃうことも多いと思うのでそこだけご了承いただけると幸いですただねいつもいただいてるコメントだったりとか先日もね解説すごいわかりやすくて最近登録しましたって直接メッセージいただきまして本当に全部読んでてせわしない日々の中で励みになってますということで無料で添削させていただくんですけど露骨にね本名とかフルネームとかだとそれをそのまま動画で取り上げてしまうのでそこだけ ご注意くださいいいいいどどんんんシェアししてててててみななでままとめて解決していけたらいいなっっう,うに思ってますはい。そんな感じで告知的な前置きが長くなって申し訳ないんですけど、今回は U の会社がどうも書けないと。特に心が潰れてしまうというお悩みでいただきました。以前解説した通りに心をうまく書こうとしてもなかなかハマってこないっていう感じなのかな。これわかります。皆さんこの字書きにくいっていうのを結構 こう、納得なんじゃないでしょうか。こういう、縦にどんどんパーツが積み重なっていく字は書きにくいがちなんですよね。前にもね、葬る葬式の僧っていう字ね、とか、勇気の言うっていう字、パーツが縦に重なっていく字が書きにくいっていうお悩みを過去にいただいたこともあるぐらいですから、やっぱり大体皆さん書きにくい字って同じなんですよね。なので、シェアしてもらって助かります。この字に関してはね、書きにくい理由は、主に2つあると思ってます。まず1つ目が、さっき言ったように、パーツがたくさん並んでくるので、 どどののののパーツをくくらいいいいい大きさでで描けばかいいか分かりにくいっていううとところだと思うんですよね二つ目に、ウレイルの心よりも上の部分です。若むりの横線も含めて、ここに横線が密集してるので、この線がうまく調和しなかったり、線の歪みが目立つっていうのもあるのかなっていうふうに思います。なので、今日はこの二つの観点からアプローチしていこうかなと思います。パーツが多いっていうのと、画数が多いっていうのもありますので、人間の描き方はっていう小さいミクロの視点じゃなくて、 全体感としてどうやって書いていくのかっていうマクロの視点を中心にねいかに文字全体としてバランスを取るかっていう風に解説をしていきますはい。前置き長くなってしまったんですけど早速見ていきましょう まず、U の全体感を掴んでいきます。辺と作りのブロックは、辺が小さくて作りが大きいっていう割と鉄板型のブロックです。このブロックの見方でポイントになるのが、まず一つ目が、ボトムラインが揃ってることですね。下のラインが揃ってること。つまり、人弁の二角目の終わりをここで止めたのであれば、この部分、地と読みますが、武士で言うと夏足です。夏にくっついている足なので、夏足と言います。 ちなみに、頭にくっついてくると、冬頭って言いますね。冬頭。頭についてるか、お尻についてくるか。で、呼び方が変わりますが、こう下にくっついてるので、足です。話戻しますと、人弁の終わりがここなのであれば、夏足は、 ここで止めてくる。揃えてくるね。なので、ボトムラインが揃ってるブロックだなーっていう風に考えますね。辺が小さくて、作りが大きいっていうブロックでも、例えば、こういうブロックもあるんですよね。上も出てるけど、下も出てるようなブロックもあります。例えば、叶うとかですね。こういう字は、こっちが飛び出てくるっていう場合もあるので、こういうところを意識してね、お手本を見てください。なので、人弁の2画目をすごい短く書いちゃうと、ここまでしか作りを持ってこれなくなっちゃうんですよ。だから、あー書いてて、こうやって出てきちゃって っ,ってなっちゃうとバランスが崩れますし、逆にブロックに揃えてこう納めようとしてくるとスペースがなくなっちゃって、ここが窮屈になっちゃうっていうことが起こるので、小ぶりに人んを書かないっていうのもポイントですね。しっかり人間足出してくる。足っていうかね。ここに距離を出してくる。長めに引っ張ってあげると、ここに幅が出ますね。これも1つ目のポイントかなと思います。っていうか今気づいたんですけど、これなし足になってる。梨 <laughs> 足じゃないです。で、2つ目のポイントですね。今度は作りの上側を見ると。 人弁よりも大きくなってますね。ここ飛び出てますよね。なので、人弁よりも上から描いてくるんだなっていうのがわかります。人弁よりも上から描くことによってこうなってきますよね。これで大体頭とお尻のイメージがついてきたと思います。それから3つ目のポイント。中心どこかっていうと、中心超えてくるんですよね。作り側がね。じゃあどこが中心超えてくるかなっていうのを見てみると、大きく出てるのは作りでいうところの1画目と、若無り思いっきり出てきてますね。夏足の1画目。 出てきてききますよね大きくここの3つが大きく出てくるんだなっていうのが分かります。ってなってきた時に、じゃあ、ここと、ここと、ここが出てくると、大きくね。そしたら、あれなんかここ、等間隔で大体たいてないって思いませんなので、ここ3つのパーツに分けると結構考えやすいかなと思います。いつもね、こんなにいちいちパーツをバラして考える必要はないんですけど、最初慣れなくてなかなかバランスつかめないなとか、うまくいかないなっていう人は、このパーツと、このパーツ とこのパーツで1,2,3で考えてみてここの出てくるところありますねここの出てくるところが等間隔ぐらいになるように描けばいいんだなっていう風うに考えてみてください今もだんだんあ こんな感じの配分で書いていくのかっていう感覚が出てきて書けそうな感じがしてきたんじゃないでしょうか。いい感じにだんだん全体感を掴んできたところで、ここで重要なポイントいきます。今度は、ンと作りっていうブロックではなくて、U 全体を見たときに、どの辺が中心だろうっていうのを考えてみてください。まず一つ一つ見ていくと、縦の中心ってどこですか縦の中心どこだと思いますここのラインで見たときに。もうすぐ答え言っちゃうけど、心の一画目ですよね。 こうわかりますか中心線に乗ってるのがなので心の一角目の書き出しを中心線に載せてほしいんですよねここで大変申し訳ないんですけども私のこのお手本の優はじゃ すっ右に寄ってしまっています。これはお手本が完全に悪くて。なので、皆さんこの動画のお手本を見て練習するときは、人弁をもう0.2ミ、mm、リぐらい左から書き始めて、うレイルっていう字も0.2ミ、mm、リぐらい左に寄せて、本当は心の一角面を中心からこうやって書き出してほしいんですよ。え 0.2ミリ細かっ,って思ったかもしれないんだけど、私、いつも0.1ミリの世界で戦っております。硬質はね、1ミリで字の印象が変わるので、こういうところね、ほんとごめんなさいって感じなんだけど、今回のお手本だけご勘弁ください。もうね、ちょっと色々書いたんだけど、ブレイルの作りの形がね、これが一番かっこよくなっちゃって、うー、微妙に右によっ やってるかー,ぐわーっと思ったんだ、けど時間の都合ででこちらで動画出させていたたただだきましたただ作りのフォーム完璧なので、ぜひいいところだけ取って参考にしてみてください。で、話それちゃってすいませんね。で、中心から心の一画目を描き始めると。そして、今度は横の中心線、どうですか横の中心線を見てみると、心が乗っかってますよね。ここに心が乗っかっているんですよ。こうやってね。つまりなんですよ。優しいといいととうう感じの真ん中にはそこにははそこ心があるという ことなんですよねこれめっちゃゃ素素敵じゃないですか素晴らしい感じだなって言うって私の世代だと名前についてる方結構多かったんですけど私たちの世代から生まれてきた子供たちの命名書とかね書いてて思うんだけどもう今の子供たちには言う あんま使われてないなーっていう印象あるんですけどこういうところまで知るとね結構グッとくる感じなんじゃないかなと思ってます勝手に y <laughs> がつくお名前の方はね流行りしたり関係なくとても素敵な感じなのでねお名前大事にしていってもらえればいいなと思うんですけど <laughs> 誰 <laughs> いやそれはさておきねもう話それすぎはなんですよ今日は <laughs> ゆるふわ解説ということでね聞いてもらえるといいんですけど話を戻して真ん中に心がありますとでここまで考えると大体文字全体のバランス見えてきたんです じゃないでしょうかままず人弁を書きますよね具体的に言うと人弁はここに中心があったとするとあとまあブロックが適当ですけどあったとするとブロックをさらに4分割した時のこの左側の中心に来るぐらいに書くと綺麗になりますので大体ですけどねこのぐらいの目安で書いてもらえるといいと思いますで3画目作りの1画目は人弁よりも上からそして中心を踏んで入ってきますねで心を真ん中に書きたいんですよこの辺に心が いいて欲しいんですよだからここまでにこれをタッタッタッと書いてきて収めて若森もここ外出してきてでここに。 一画目を入れて心を真ん中に入れてあげる。で、足は揃えるって決まってるので、あとはこのスペースに夏足を描いてきて、下揃えてあげるっていう風に考えて書いてくれば、これで書きにくい理由の一つ目の、たくさんいろんなのが並んできて、どれどのぐらいで大きさで書けばいいのか分かりにくいっていうのはね、解決できたんじゃないかなと思います。はい。これで全体のバランスは取れましたと。じゃあこっからどうやってこの字を美しく見せていこうか っていう話が二つ目の観点ですね。若んぶりの横線も含めて、この密集した横線をどうやって表現するかっていうところで、ここでね、今日も何番の線を使うのか、それから今日は若んぶりの書き方を教えます。早速この横線全体見ていくと、まず一番長い線っていうのは若んぶりの横線です。この線ね。だから、一画目の横線を若んぶりの横線よりも長く書いちゃうと、あれ ってなっちゃいます。これやっちゃうと違和感につながっちゃいますね。2番目に長いのが1画目の線なんですよ。それからここで使う線なんですけど、1画目の横線は3番で書いてますね。ただ、1番で書く人もいると思います。この線に関しては、まあ、どっちでもいいかなっていう線ですね。例えば、草冠を教えた時に、1画目の横線、1番の線以外ありえない。絶対 一番だっっていうう風に言ったと思うんですよ1番の線以外は論外だって印象が残るように強い言葉で言ったんだけど、この一画目の線に関しては、絶対三番とか、絶対一番とか、そういう線じゃないです。表現の違いですね、これは。私は基本三番で書いてますけど、一番で書かれてても、そんなに違和感になることはないです。それよりも、若んぶりの横線よりも、一画目が長いとか、そっちの方がよっぽど問題なので、ここは好みでいいかなっていう感じですね。なんで一番で書いても、三番で書いても違和感がないのかって っていう理由もあるんですけど、もうちょっと長くなってきちゃったので、ここは省略します。それから、一画目の後ですね。一画目の後に何本も続く間の横線、この自分の字みたいなところ。こういうところは、全部2番です。2番、2番、2番。ピッピッピッ。 単調にに平行書いいいてきてきくください理由は目立たせたせないからですここでどうのこうのやってもかっこよくなるっていうことはないので目立たないようにもうただただ平行に書いてくる窓をきれいに窓っていうのはこの四角のスペースのことを私は窓っていうんだけど窓を等間隔にとってただただピュッピュッピュッって単調に書いてきてくださいということなので3番2番2番2番で入ってきてじゃあこの若んぶりの横線はっていうと一番長い線はやっぱり3番ですねここで3番を使う理由はいろいろあります これは1番で書いちゃダメです。ここの長い横線は絶対3番で書いてきてください。これを1番で書くとどうなるかっていうと、1番っていう線は、仰いでくるので、こういう風に。下に膨らみがこうやって出るんですよ。極端に書くと。そうすると、この後、ここの下に心を書いてくるので、心のスペースなくなっちゃうんですよ。心が入ってくるスペースが狭くなっちゃうんですよね。こうやって上に上げて書きたいんですよね、心って。だけど、仰いでくる線で書いちゃうと、狭くなっちゃうんですよ。必然的に。そうすると、もう、ただでさえ狭苦しいスペースに、 心を書かなきゃいけないのに自分で自分の首絞めることになるのでここは3番で上げながら入ってあげて 心が入るスペースを作ってあげる。こういう風に。だからちょっと上がり気味になってますよね。こういうところを工夫して、スペースを自分で作ってあげる。そうすると心が書きやすくなります。で、そもそもね、若んむりってどうやって書くんだっけって話なんですけど、教えたことないから、皆さんお初のお稽古です。若んむりは、これまた皆さんおなじみ出てきますよ。美しい線の並びの法則が。まず一画目、ソル線で入ってきます。ってなってきたらもう感づいた人もいると思います。ちなみにこの一画目はペン置かない。ペン置かない。 置か,ない <laughs> 置かないって書いちゃった <laughs> でペン置かないで心の一角目みたいにスッと入ってくる線ですねペンを置いてはいってやらないこれ,これダメ力を抜いてだんだん力を入れて入ってくる線なのでここでペン置いてはいけませんでここからペンを置いて少し上げながらね3番の線で入ってきますよね3番で入ってくるでそしたら中に入ってきて払いますわかむりは最後折れてからの入り方が肝なんですよこんな ちょんで一体何のコツがあんのって思った方ね。0.1ミリの世界で戦ってるんですよ、私たちは。<laughs> こういうところまで抜かりない人が展覧会でいい賞を取るんですよ。でね、まあ、そのはいいでね、この、ピュッってこの中に入れてくるときね、拡大しなくてももうわかると思うんだけど、こういう線使ってます。はい、出ました。この並びの組み合わせ。ソルセ線と膨らまっ線。この縦線の組み合わせ。これです。そしてここ、さらに同じ角度にしないこと。わかりますかこの角度と、 この角度違いますよね。同じ角度で入ってくるのであれば、こうやって入ってきて、 こうですよね。そうするとここ平行になりますから。同じ角度っていうのはこういうこと。だけど、ここはぶつかります。引っ張ってくるとこうやっていつかぶつかりますよね。同じ角度に入ってこない。そしてさらに、同じ長さにしない。この長さに対して、ここは短く終わります。同じ長さにしない。補助線入れるとここに隙間が空きます。中に入ってくる。詰まるところ左右非対称に書いてください。左右非対称の美しさとか、反る線と膨らませ線の組み合わせとか、美しい縦線の法則についてはもう、 過去の動画で何回も取り扱ってますので私の動画が初見の方はもうぜひ過去の解説動画をご覧くださいなるほどねってなると思うのでさらにね心の描き方も過去にしっかり解説してますのでこれで書くとなる部分はほぼ書けるようになってますでちなみにわかんぶりの潰し具合なんですけど普通に例えば写真の写とかで書いてくる時も一緒なんですけどねもちろんただのわかんぶりで書いてくる時とペチャって潰さなきゃいけない時何が違うかっていうと角度が違いますねどういうことかっていうとゆうって かなり若んむりをペシャって潰さなきゃいけないんですよ。潰すときどうやって潰すかっていうと、これをもっと浅い角度にするんですね。この角度で入ってきたやつをもっと浅い角度にするんです。わかりますか角度全然違うと思うんですよ。なので、冠をギュッてこうやって潰すと、角度が浅くなります。そこを工夫してあげると、潰れたときにかっこいいというか、こういうフォームで書くのが良いですね。最後に復習だけしていきましょうか。まず、人弁を書きます。で、なんで歌ったんだろう。で、 ここよりも高いところから1画目。3番で入ってきますね。私の場合は。まあ1番でもいいですけど。で、ここはピュッピュッと。もうどん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 書いていく。2番でね。で、ここよりも出してあげる。若森。反る線で入ってきて、3番でこうやって上がってくるね。でそしたら中入れてあげる。こうやって線を入れたら、ここに隙間が空くように。この中に心を収めてくるね。で、この下にここ揃えて、夏足を引って。 張っててて書いてきてあげるとこれでバランスは,取れますはい、ということで、人弁の書き方とか、夏足の書き方だったりとか、その他もろもろ細かいところ実は結構飛ばしちゃってるんですけど、今回の説明で文字全体としてはそれなりにバランスよく書けるようになったんじゃないかなと思います。作りの方がごちゃごちゃするっていうお悩みかなと思ったので、ね、構成にフォーカスして解説してみました。これで解決の糸口が見つかればよかったです。ちなみに、ちなみになんですけどね、行書の方、これ2年前くらいに書いたやつなんですけど、 これはね、かなりアートによってます。行書の方っていうよりは、ほとんどアートフォントになるので、私のオリジナルの書体です。なので、展覧会とか、公室検定とかね、そういう公式の場で、課題とか、お名前で書かれる場合は、注意してください。崩しすぎなのでね。業書の方で言うと、こっちのアイの方がいいです。この愛は、土点系の行書のフォームで書いてます。なので、もし業書の書き方をお手本にしたいっていう方は、こっち見てもらった方がいいと思います。なので、こう並べていくと、これが、同解書で、これが、 土業所でこれがアートって感じですそこだけお気を付けくださいとそうやっておきますね、はい、今日は間間の余談が多くなりましたけど皆さんからのお悩み随時お待ちしてますということでバイバイここ最近5月6月の話なんですけどね最近もうね朝5時とか6時に起きてランニングして筋トレして仕事して勉強してでやっとね書道でご依頼いただいてた仕事が仕上がって で、今度またこの時期ね、自分のペン字の作品の出品を控えてるので、YouTube の優先度がね、なかなか上がってこない状況ではございます。リクエストとかね、コメントとかいただけると、あー、いつも動画待っててくださる方がいらっしゃるーとか思ってね、頑張れるんですけどね。ただ、来年以降はね、ペンジのコーチングに私の全リソースを割く予定ではおりますので、あくまで予定なんですけど、有名になる前に <laughs>、今のうちにチャンネル登録をお願いします。<laughs> ふざけちゃう。株ってこんな感じですよね。将来ビッグに ななるる会社の株を今安く買買うかかから買ったた人が儲儲わけなんでねぜひ儲かりたい方はチャンネル登録<笑><笑>何を返すん私って感じですけどね配当金とかないですけど、はい、こんなね小さいチャンネルのね応援をしてくださってる方を裏切らないように自分のことはバリュー株だと思って引き続きコツコツ頑張りますネタがマニアックすぎてすいませんはいじゃあおしまい